八甲田山。八甲田山は、青森市の南側にそびえる複数火山の総称で、日本百名山の一つ。八甲田山と名がついた単独房は存在せず、18の清掃火山や溶岩延長級で構成される火山群で青森県のほぼ中央に位置し、約 20km 南には、十和田湖が位置する。東北地方の赤稜大雨山役の北端である。 青森県の最高峰、岩木山標高1625メートルに次ぐ、標高1584メートル、2016年12月1日より、気象庁指定の常時観測火山である。命名の由来について、新鮮道の区国史によれば、八の、たくさんの甲、縦上の峰と山上に、多くの田代、湿原があるからという。周辺は、 世界でも有数の豪雪地帯である。明治三十五年に青森の不評第五連隊が雪中降群の演習中に記録的な寒波に由来する吹雪に遭遇し、二百十名中百九十九名が遭難した事件、八甲田雪中降群遭難事件発生。それをもとに、新田次郎の小説、八甲田山氏の方向が書かれている。なお、 陸上自衛隊や大森駐屯地に駐屯する第五普通科連隊も毎年現冬季に八甲田山系での冬季雪中戦技演習を行っている。八甲田山系は八甲田大岳を名手として南北二軍の火山よりなり、その中間に水連沼を含む湿原地帯がある。山系を構成する山々は国道103号。 国道394号の重複道路を境に、北部八甲田山系と南部八甲田山系に分かれて、校舎の方が地層が古い。全国的には、さほど高くはない1600メートルに満たない山地では、あるが、青森県を東西に2分し、それぞれの気候の特徴に大きな影響を与えている。夏季は太平洋から冷たく湿った北東からの季節風。 山瀬が吹き込み、青森県の太平洋側は、濃む、例外に見舞われる。対して、八甲田山の西側は有料な稲作地帯で、弥生時代の水田跡が発見されている。冬季は、日本海から湿った北西の季節風が吹き、津軽地方に雪をもたらす。一方、八甲田山の東側は、晴天率が高く降雪も少ない。夏冬いずれも、八甲田山による、 フェーン現象であると考えられている。発甲田山は、その南に位置するとはだこと同じく、カルデラを有する火山群である。広い湿原のある田代平近辺の窪地が、カルデラの北半分に相当し、南半分は、カルデラ形成後に噴火した、発甲田台などの火山群が盛り上がっている。くしけぽ1517メートルのある南発光田は、 古い先カルデラ火山に相当する。カルデラを形成した巨大噴火は調査されているだけで過去2回65万年前と40万年前なした。南八甲田は2回目のカルデラ噴火の前に火山活動を終えている。北八甲田はカルデラ南半分を埋める形で16万年前から活動を始め繰り返し噴火しながら多数のあまり大きくない清掃日を形成した。 歴史時代の記録では溶岩を流出するような大きな噴火はないが、山群のところどころから火山ガスが噴起している。気象庁や防災科学技術研究所等の地震観測施設により地震の観測が行われている。東北地方太平洋沖地震2011年3月11日以降、八甲田山周辺を震源とする地震が増加している。また、 2013年2月以降、山頂直下を震源とする地震が散発的に発生している。一方、GPS 観測により、山体が膨張しているように見えるとして2013年6月18日に、気象庁が観測機器を新たに設置し、監視を強化したことが報道された。2013年7月からは、東北大学噴火予知研究観測センターらによる、 高帯域地震観測が実施されている。また、2013年9月には、東京大学地震研究所と東北大学噴火予知、研究観測センターらによる12所の観測点による重力臨時観測が実施された。2016年12月1日より、気象庁が24時間体制で火山活動を監視する常時観測火山に追加されることとなった。 1997年には訓練中の自衛隊員3名が、窪地から噴出し、そこに滞留していた、高濃度の二酸化炭素により窒息死する事故が、発生している。また2010年6月には、スカイ温泉情報の登山道を外れた沢において、山菜取りに訪れていた、女子中学生1名が、現場に滞留していたと考えられる火山ガスによって、中毒死する事故が発生している。 八甲田山には、名前の由来の通りに、たくさんの高地湿地があるので有名である。八甲田山が、他の鉱山に対して、景観上の特異性を持っているのは、この湿原群に追うところが大きい。八甲田山には、湿原が多く、岩井町、毛仙湖家、水場町が見られる。山には、青森と土松、大白火その林があり、稜線には、灰松が茂っている。 大正時代、スカイ温泉を経営していた、群青寺家世の妻、フミは、近辺の鉱山植物を採集してその標本を各地の研究機関に寄贈した。彼女の功績によって、早くから、八甲田山の植生が研究されており、そのため、スカイ温泉の付近に1929年、東北帝国大学の研究施設、東北帝国大学八甲田山植物実験所、 東北大学植物園八甲田文園が作られた。また彼女の息子、群青館は植物学者でもあり、京都大学名誉教授、広崎大学学長である。標高1584メートルの大岳の他に、田母八岳、赤倉岳、小岳、高田大岳などの山々がほとんど同じ高さで並んでいる。ロープウェイは田母岳に設置されており、冬は スキー、積雪機以外なら、ハイキング気分で、山歩きが楽しめる。秋には、前山紅葉し、見事な金襲模様となる上、登山道沿いには、コケモモや、眼光コランがたくさん実をつけており、目と下の両方を楽しませてくれる。また、冬季には、東北地方でも、有数の豪雪と強い季節風により、青森と土松に、見事な木を楽しむことができる。加えて、 山麓に散在する温泉群は多様の泉質で味わい深い。北八甲田山系は比較的登山道が整備されている山が多いものの、南八甲田山系の登山道は意図的にギリギリ人が利用できる程度の整備しか行われていない。そのため、南八甲田山系の山に無つきに登るためには長時間のヤブこぎや荒れた登山道の移動を強いられる。 南八甲田山系の登山は、下記の登山よりも、山スキーを利用した、積雪期の登山を行う人の方が多い。日本有数の山岳スキー場としても有名で、6キロメートル前後の各コースを約半年にわたり楽しむことができる。しかし、毎年のように死者が発生する。正規コースには、目印となるポールが立てられているが、 吹雪や雲中では一つ下のポールさえ見えないことがある。遭難は、こうした悪天候の影響よりも、意図的にコースを逸脱したケースが多い。麓には千人風呂が有名なスカイがある。その他にも城が倉温泉、八千温泉、猿倉温泉、津田温泉、八甲田温泉、田代平温泉、など山の入れ湯があちこちに湧き出している。猿倉温泉から、 南八甲田を貫き、お花部山に至る 27km の山道。登山家には、軍用道路として作られたと伝わっている話もあるが、昭和9年から昭和11年の間に、青森県議会議員の小笠原康美が、青森県例外の急能大作土木工事としてとして作らせた自動車道。南八甲田登山のメインルートとして、多くの登山者に利用されている。 猿倉温泉から帰省屋地の間は県脚向きの歩道状態は確保されているが、町の植物繊維と旋屈が進んで歩行困難な箇所もある。帰省屋地からお花部山に向かうルートは多くが矢部に覆われ、山慣れた人でないと容易に歩けない状態になっている。多額の費用をかけて作られた自動車道だったが、中道等の戸和田村市では、この道には車が一台も通らなかったとある。 やひ橋から松次郎清水の間には現在でも大きな石がたくさん放置されてり、昭和初期の記録でもこのために自動車の通行は困難であろうとする記述がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。